しっかりノート取ってる？黒板は綺麗きっちり丁寧に写す。集中してるときはめっちゃ綺麗。そうでないとめっちゃ雑書かない。ノートの端っこに落書きしてます。図の方が分かりやすいかな。図などを使って自分が分かりやすいようにまとめていく。テスト勉強はしっかりやるように。1ヶ月前か。よし、テスト3日前か。よし、頑張るか。テスト明日か。しゃ、なんかここテスト出そう。何考えてんのかな。いや、こっちの方がいいと思う。うん、今までの傾向で言うと、私は B 案の方がいいと思います。いや、そもそも、めっちゃ意外。それでは実行委員会を始めます。気をつけ。レポート明後日まで。あー、やるぞ。うーわ、クラス最悪。モチベ下がる。そういうとこ苦手だね。本当の自分って何だろう。頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ。国語と英語はいいんだけど、数学と体育が全然ダメ。おはようございます。ギリアウト。フォローよろしくお願いします。